はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、ちょっと今までと違う感じでですね、雑談という形で動画を上げさせていただきます。まあ、内容はですね、車中泊ですね。車中泊について、このリーフを使った車中泊についてのちょっと私なりのですね、経験談をですね、話させていただきます。最初に自己紹介ですけども、私昔からですね、中学生ぐらいの頃から友達とですね、自転車でテントとかからそういうアウトドアクッキング関係のですね、コンロやなんかそういうの持ってですね、よく長距離でですね、キャンプ場ではないところ、普通の山の中ですね、立ち入り禁止のところではないですけども、ちょっと山あいのところまで行って、それでキャンプとか普通にテント張って河原とかでキャンプしてたんですよね。そういう経験からですね、大のキャンプ好きなんですけども、それで車の免許を取って、で、まだ学生でしたけども、よくですね、友人や彼女とかとですね、車をですね、使った寝泊まりみたいなことをして、こうちょっとした旅行でですね、旅行気分でですね、宿を取らずに車の中で寝て、でそれから目的地で一日遊んで帰ってくると。それとか、あとスキーをですね、やってたもんですから、スキー場の駐車場で一泊して、それで一日遊んで帰ってきたとか、そんな感じですね。車をです使った車中泊をね、本当に何十年も前から結構な頻度でやってきました。それでその時、最初に買った車がですね、ツードアクーペ、トヨタのソアラというものなんですけども、それをスタッドレスタイヤとかっていうのがなかったもんですから、スパイクタイヤですね、まだスパイクタイヤがギリギリですね、入手できてまだ使えてたんですよね。奥飛騨とかあっちの方の岐阜県の方やなんかは行くのには、そこでスパイクタイヤを使ってもいいっていう、まだ条例がですね、スパイクタイヤ禁止の条例がない時ですね。ですので、スパイクタイヤを後輪に履いて、で、前輪はノーマルタイヤってことで、皆さんね、大体そういう感じでですね、スパイクタイヤをちょっとこう、対応してた時代があったんですけども、その時分からですね、スキー場とか行って、雪が結構ね、ある時期だったので、山を登ってってですね、で、駐車場まで着いて、で、車中泊するんですけど、通団クーペの場合は、後ろの席の、トランクになっているもんですから、後ろの席が、2室がですね、全くその、就寝スペースとして使えないもんですから、どうしましたかというと、フロントのシートを倒しきることができなかったんですよね。後ろのシートの座面にですね、シートが突っかえてしまいますんで、なのでですね、車中泊するときは、後ろのシートを取り外して、部屋の中にですね、突っ込んでですね、部屋に保管しておいて、車の、後ろのシートの座面だけが、取れるもんですから、取ってですね、で、フロントシートをですね、目いっぱいも、下げてですね、それで寝てたって感じになります。そうすればですね、普通に寝れます。そんな具合ですね、当時の車のトレンドがですね、フォードアセダンとか
まあ皆さんよく知ってられると思いますけど、あの、86ですね。AE86 っていう初代ですね。あの、AE86 がですが、まあその時新車の状態でしたので、あの、まあそれがあの、そういう車ですね。セダンで言うと、マーク2、クレスター、チェイサーと。まあ、あの、ちょっとまあお金に余裕がある方は、クラウンとかセドリックとか、そういう車がですね、あの、非常にですね、あの人気があるトレンドの車でした。その後、まあ数年経ちましてね、あの、私も結婚することになりましたので、社会人になって結婚することになりましたので、あの、次に来たあの車のトレンドがですね、ステーションワゴンだったんですよね。あの、初代レガシー、すごく売れてました。スバルレガシー。で、私はですね、あの、まあ、ちょっと縁があったところがあったので、あの、ボルボですね、ボルボのステーションワゴンを、あの、購入しました。まあ、その時の新作ということでですね、あの、新型のその、ボルボのステーションワゴン、購入しました。でボルボのステーションワゴンはですね、後ろのシートをですね完全にフラットにすることができるんですね。でフラットにして荷室とフラットで本当にあの何ですかね、今ので言うと、まあ、あの何て言うんですか、軽の箱版ですね。軽の箱版の、あの4ナンバー版ですね。4ナンバー版とかの5ナンバー版もそうかもしれないですけど、あの後ろのシートをまるっと畳めてしまって、もう本当にワンフロアになるんですよね。もう段差の全くないフロアになります。でボルボはそういうことが売りになってましたので、まあ、それにですね、普通のセミダブルの、あの普通にセミダブルの、あの敷布団と、それから普通の毛布とね、掛け布団と、まあ、枕を乗せてですね、でそれでもう本当にベッドの上で寝てるのと、もうほぼ変わらないような感じでですね、車中泊してました。はい。でまあ子供も生まれてですね、子供も本当にちっちゃいので、まあ一応あの4人で、親子4人でですね、あのディズニーランド行ったり、まあそれからその後USJ ってですね、あのユニバーサルスタジオジャパンもできましたので、そちらの方に行ったりして、まあ結構な頻度でですね、あの車中泊を親子で楽しんでました。まあそんな経緯もありましてですね、あの車中泊っていうのは、まあ私にとっては一つのこう半生の中の、歴史の中の、あのライフスタイルの一つということでですね、あのすごくですね、あの思い入れのあるですね、あの遊び方の一つでありました。まあ、そんな形でですね、まあ、それ以降あの車はいろいろ変えたんですけども、まあ、あとセダンに乗ってたこともあります。でリーフの場合はあのメルセデスの S クラスに乗ってましたので、あの結局 それはですね、車中泊するのは非常に厳しい状態でした。あの普通のセダンですので、あの運転席助手席をあのパワーシートずっとあの倒せるだけ倒してですね、あのチャレンジしてみたんですけど、やっぱり腰が痛くなるんですよね。で革張りのシートですので、あの 車のそのシートと体がですね、うまくこうフィットせずにですね、つるつる滑るような状態で、まあ何かんせんちょっとね、あの車中泊にまるっきり向いていないという、そういう車でしたね。それで、まあ時は過ぎてですね、次の車ってことになったんですけども、まああのちょうどこのリーフを試乗できる機会がありまして、で試乗したところですね、なんとですね、走りもですねいいんですよね。あのトルクもあのありましてね、あのメルセデスも本当にかっ飛ぶような、飛んでくような速さであの走れる車だったんですけども、まあ、それに、まあ、勝るとも、まあ、劣らないような、そんなあのトルクをですね、日産リーフ持ってましたので、これはベンツの代わりになるということを、まあ、確信しまして、まあ、それでちょっと変わった車も欲しかったので、まあ、あのこれであの車中泊できるかどうかちょっと試しながら、あの1泊2日であのお借りすることができましたので、それで車の購入を決めたということになって、今に至っています。
まあそんなわけでですね、日産リーフはですね、車中泊にですね、特化した、性能が一つありまして、それはやっぱり EV ということで、冷暖房がですね、停車中でも、他の人の周りの、人たち、車の人たちとかに、気にせずですね、冷暖房が、ずっとかけていられるってことですよね。これはものすごくアドバンテージだと思います。車中泊やられる皆さん、一番、苦にされているのは、真冬でですね、冷暖房をどうしようかと、暑苦しくて寝れないとか、寒くて寝れないとか、そういう、まあ、通常のね、昼間でも、車の中にいますとね、真夏やなんかだと、もう本当に空調がないと、車の中で食事すら取れないぐらい、醜い目に遭いますよね。それすごく辛いと思います、ね。で、真冬でもですね、エンジンかけて、暖房かけてないと、車の中で一日過ごすのもちょっと難しいですよね。いくら着込んでも、なかなかですね、人間なので、ちょっとやっぱりこう、不便を感じてしまいますね。それがですね、EV ですと、まあ、後ろのシートがメインになるんですけども、そこで調理したり、食べたり、弁当食べたり、まあ、意外にですね、フロントシートをですね、前側にずらしてですね、後ろのシートに座ると、意外にですね、まあ、必要十分なですね、スペースが確保できますので、まあ、それで弁当食べたり、真夏でも冷え冷えの状態で弁当食べれたり、真冬でも、ね、ポカポカした状態でですね、あったかい状態でですね、お茶を できたりですね、そういうメリットとかも結構あります。そこを恩恵に預かります。なのでですね、この日産リーフはですね、新型も旧型も変わらずですね、車中泊にかなり向いていると思います。で、まあ、欲を言うならですね、 EV200 ですかね、バンタイプのがありますんで、そちらの方の電気自動車の方が、まあ、よりですね、その車中泊する際にその車内スペースが確保できるので、まあ、その NV200 っていうんですけども、それが一番のおすすめな、まあ、理想的な車中泊車じゃなんじゃないかななんて思ってます。まあ、バッテリーの問題等ですね、いろいろ賛否両論あると思いますけども、まあ、生活圏内でですね、まあ、充電するところも確保できている状態であればですね、最強の車なんじゃないかななんて思います。まあ、私の場合は リーフですので、まあ、そこまでのね、車内のスペースは確保できませんけども、大人2人がですね、寝る分にはですね、何の問題もなく寝れます。ちょっとしたアイデアでですね、フラットな座面になります。よく空気で膨らませてベッドみたいな感じのやつもありますけども、私はその考え方としては逆でですね、コンパネですね。コンパネのシートです。コンパネを、ね、1000円ちょっとですね、ホームセンターで買ってきて、で、160センチぐらいのところで、ぶった切ります。そして、調子替えつけますと、運転席、助手席を後ろに普通に、運転のできるような、ところでね、スライドして、で固定してですね、運転もできますし、寝るときにはその運転席助手席をですね、前に一番前に出しまして、この折りたたん調子替えでつけた折りたたんだところをですね、展開すれば180センチの長さのですね、板になります。なのでですね、そんなような感じですね、後ろに布団をまあ積載してですね、で車中泊するときにはそうやって180センチになるように展開をして、その上に敷布団と、まあ、敷布団というか敷マットですね、敷マットと、それから毛布なり、それから
の羽毛布団なりを普通に持ち込んでですね、車中泊したりします。その際ですね、真夏とか真冬であれば冷暖房もしっかりつけます。ほとんど他の、音もですね、ほとんどしないもんですから、キーっていう音はちょっとなんか動いてる音はしますけども、まあそれはまあ耳を澄まさないと そんなに聞こえるようなものでもないですし、からましてまあエンジン音とは全く次元の違う静かさですので、まあ排ガスも出ないですしね、ちょっとバッテリーはね減ってしまいますけども、近くに充電器があったりするところで寝泊まりする、まあ道の駅とかですね、それから高速道路のサービスエリアとかではほとんど今は急速充電器とか備えているところが多いもんですから、そういうところをですね狙ってですね、ちょっと仮眠とか取ったりして次の日に備えるっていう、そんなような感じでですね運用すればですね、すごく快適な車中泊ができ実現できるんではないかと、まあそんなような感じでですね思ってます、でこれでですね、もう丸5年ぐらいになるんですけども、まあもうちょっとですね車を乗り継いでですね乗り継いで まだ乗り続けてですね、同じ車乗り続けてちょっとこの旧型リーフのバッテリーがで、ね、どのぐらいまで減っていくのかななんていうのはちょっと興味がありますので、これで乗り換えたりするとちょっともったいない気がしてしょうがないですよね。まあ買った時とですね、あまり変わらないぐらいの値段で今の新型も売ってますので、まあいつでも買おうと思えばね、買える状態でありますし、まあ、どうせですね、この下取りがですね、あまり期待できないもんですから、まあ、いつ買っても同じなのかなっていう感じで、今からですね、第二の、EV ライフですね、満喫して、行きたいと思ってます。まあそういうようなですね、動画をですね、これからもどんどん上げていきたいと思います。なんかリクエストがあればですね、こういう使い方したらどうなのか、なんかいろいろこう何か疑問とかねある方がおられましたら、ぜひですねコメント欄とかに入れていただければね、私の答えれる範囲内でですね答えさせていただきますので、今後ともですねこのチャンネルをよろしくお願いいたします。またですね、夫婦でチャンネル活動してますので、夏美の方のですね筋トレ講座とかですね、夫婦で何かやってるところとかもいろいろありますので、そういう動画もですねどんどん上げさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。今回はですねこんな雑談で申し訳なかったですけども、今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もですねよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。